世界地図1154年にモロッコで描かれたもの。当時の用途には十分なものであったと考えられる。現代においても、鉄道路線図などのように主題に応じて、実際の地形を変形、省略した地図が広く用いられている。さらに、世界地図において、国ごとの面積を人口に比例して描いたものなど、変形自体に意味を持たせた地図もある。地図とは、 地球表面の一部、または全部を縮小あるいは変形し、記号、文字などを用いて表した図。地図とは地球表面の一部あるいは全部の状況を、通常は縮小して記号化し、平面上に表現したものである。地図は文化の総合的産物とも言われ、文字よりも古いコミュニケーション手段と称されることがあるように、表現手法として人類に重宝されてきた。 地図の首すべき条件として、距離、面積、角、形の正確さと、明白さ、理解しやすさ等の要素があるとされる。実用の地図は測量の結果を市場に展開して、地形、地物、説明文字を付して完成させた、実測図と実測図の成果や各種資料により、編集原図を作成し、製図、製版、印刷を経て出版される、編算図に対別される。ただ、 地球は回転楕円体である。平面的な小地域を図化した実測図においては、上の条件を実用的な程度にまで満足させることができるが、球面の影響の出る大地域を図化した変算図においては、投影法や縮尺などの点から上の条件を満たしきれないため読む際に注意を必要とする場合がある。地図の制作と収集能力を変われ、 アメリカ合衆国連邦政府に登用されたイザヤ、ボーマンは、地図は地理的ないろいろの象徴の中で最も普遍性のある、また最も目立ったものであると述べ、地理学における地図の重要性を説くと同時に、地理学は単なる分布の科学ではないとし、地理学における地図の限界にも言及している。ボーマンの指摘した地図の役割を要約すれば、分布の明示、測定の具象化、 関連し合うものを同時に表現することの3点となる。地図では、情報の多くが地図記号で表されているが、地図の種類、または国ごとに統一され、決められている。ただし、地形図以外のものにおいては、このような規格には沿っていないものが多い。さらに、鉄道路線図のように接続関係のみを、重視式科学的正確性を無視したものもある。現在では、 地図のデジタル化が進み地図上に多くの情報を合わせて持つことができるようになっている参照地図は文字よりも古くから人類に使われていたと考えられているまた文字が存在しない文化でも地図に類するものが使われている場合があるバビロニアの世界地図ブラウズ原始時代の地図は残存してはいないもののその名残とされるものとしては タヒチの先住民による木片を用いた立体図やマーシャル諸島の先住民によるヤシの背にと宝がよを用いた公開用図といったものがある。現在発見されているものの中で最も古いと考えられている世界地図はバビロニアの世界地図である。紀元前600年頃に作成されたと考えられている。ただ世界地図とは言っても想像や 伝文情報によると思われる箇所が多く、正確に描けているのはバビロンと周辺都市に限られている。社会が発展して国家が誕生すると土地の工作や用水路の建設など行政のために地図は欠かせないものとなった。また、戦争ともなると地の利を生かす必要があり、軍事面でも自国や敵国の地形を把握することが重要となっていった。そのため、 古今東西を問わず、異性者は、正確な地図を作るために力を入れ、様々な地図が各地で作られた。日本では、平安時代初期の公認5年6月23日付カ府に引用されている、天平10年5月28日角に,に、国図の語があり、俗日本記の天平10年8月の記事に、天下の諸国をして、国軍図を増進させると見えているので、この頃には、 日本地図が存在していたことは間違いない。ただし、地図そのものは残っておらず、これの詳細は不明である。現在確認されている中で、日本の最も古い地図は奈良時代の行基が作ったとされる行基図である。これは正確性に欠けるものの広く流通し、いくつかの修正は入ったものの一般庶民には江戸時代まで使われていた。また、土地の工作者や、 納税負担者を確定させるために、パズなどの土地関係の地図は古くから作成されていたと考えられ、律令制の下では、田畑の調査をした、歳の稼が図と半田収受の結果を記した半田図、荘園が事故の所有地を記した荘園図、寺院が寺境内の区画や荘園などの所領について作成した寺域図、寺領図などの存在が知られており、 縮尺や方角を用いた地図は奈良時代には存在していた。これらは先に律令制を採用していた中国からの技術に基づいたとみられている。井の忠だたかによる大日本宴会予知禅図、武蔵、下佐相模日本人が自国の正確な形を知ったのは井の忠だたからが作り上げた大日本宴会予知禅図によってである。 これはそれまでの地図を凌画する正確なものであり、見たものを大いに驚かせた。地図学上の分類である一般図と主題図については、地図学地図の種類を参照。地図には講義の測量の直接的な成果として得られる実測図とこれを編集して作成される変算図がある。このうち実測図はさらに基準点測量を基礎として、 細部を地形測量で測図した地形図と単に地形測量や特殊測量のみによって測図される略測図に分けられる。書店等で一般的に入手可能な地形図は東西南北や井戸、経度が差し示されて、東高線による土地の高低差、海、湖、河川のような水域、行政区画、道路や建物の位置などの多くの情報が網羅されている。地形図について、 日本では国土地理院により測量が行われている。従来使われてきた測地系が GPS などで使われるものと大きく異なっていたため、測量法の改正により2002年4月1日に日本測地系を世界測地系に変更した。その前後の緯度、経度は座標変換が必要になる。また、計算図も実測図をもとに実地調査、統計、 文献調査の成果を取り入れ編算、図化した一般編算図と特定の事象についての未表現を目的とする特殊編算図に分けられる。地図は縮尺によって縮尺100万分の1より小さい小縮尺図縮尺100万分の1から10万分の1の中縮尺図縮尺10万分の1より大きい大縮尺図に分けられる。 また、日本の国土地理院地形図は、慣例として、1、500から1、2500を大縮尺、1、1万から1、5万を中縮尺、1、10万より小さい場合を小縮尺という、なお大縮尺の方が、細かいところまで描かれている地図である。縮め方の大きな地図という意味ではないので注意。地図には目的に応じた投影法が用いられる。地図は、 東映面の種類によって平面図法、円錐図法、円筒図法、便宜図法に分類される。また、まさしく表現する対象により、静止距離図、静積図、昇格図に分類される。地図は中央地域によって世界地図、半球図、日本地図のような各国の地図、市町村図などに分類される。地図はその様式により、調整地域となる範囲を隠した上で、 一定の経緯度で分割し、区画ごとに作成した、切れ図、用途に応じて一様の形式あるいは折り本や、掛け図とした、全図、地勢図などを規格を統一して一冊の形式に、まとめた、地図帳に分類される。地図は、一般図と特殊図に分けられ、一般図は、基本図と変算図、特殊図は、地積図と、土地利用図に分けられる。ヨーロッパの人口分布を記した地図。 人口の多い地域を大きく描いているため、実際の地形とは大きく異なる。地図の要素には、距離、面積、位置、方向、高さ、地形、地物、地名などがある。地図上の距離、面積は縮尺によって定まる。地図上の位置、方向は、投影法によって定まる。地図上の高さは、水準測量によって定まる。 地形は水平曲線あるいはぼかしけば、断裁などによって表現される。地物には、都市、集落、鉄道、道路、河川など縮尺化して、地図上でしんなりを表すことのできる、骨格地物と、縮尺化しても、地図上ではしんなりを表すことのできない、記号地物がある。記号地物はさらに、独立樹や井戸などの小物体、学校など建物の性質を示す、副記号。 水田や森林など地類の状況を示す地類記号などに分類される。地図上の地名とは国名、地理的地名、路線名など図形で表現することが困難なもので、日本の地図では漢字、かな、数字などで記載される。地球を平面に描いた地図立体地図、あるいは三次元地図とは地形の起伏を見る人に感じさせる地図の総称であり、大別すると 平面の紙に記したもの、模型で起伏を表したもの、コンピュータのデータで高さの情報を持っているものがある。隣接した視点から取った2枚の平面上の図を見ることによって人間は脳内に立体的な図を再現することができるという立体視の技術によって作成された地図でステレオグラムとも称する。ラガンで見たり赤色、青色の色眼鏡をかけて見る。この原理は 写真測量法においては、標高が不明な2枚の航空写真から、写真内の地点の標高を求める際にも用いられる。工作物で高さを表す。浮き彫りのことをレリーフと呼ぶことから、レリーフ地図とも言う。また、ジオラマと称することもある。児童、生徒の工作の場合など、投稿線の形に切り取った厚紙を重ねて、作成することもある。なお、 地球儀を立体地図の一種として扱う場合もある。ケラバのコンピュータ地図コンピュータ内のデータとして3次元情報を持ち、これを3次元コンピュータグラフィックスの技術によって画面上に地図として表示する。コンピュータ地図の一般として拡大、縮小、移動ができるほか、立体子特有の操作として空中の一点を目の位置としてここから視線を 上下左右に移動して見ることができる場合が多い。データは、理算的な点の3次元座標を数値標高モデルの形式で持ち、ここから地表面をポリゴンで表すようにソフトウェア処理する場合と、はじめからポリゴン形式で持つ場合がある。カーナビゲーション用の地図などで都市の建物の3次元情報を持つ場合は、ポリゴン形式が多い。不動産登記法第14条には、 と定められている地図という普通名詞では紛らわしいので、一般に、法14条地図と呼ばれている。この地図は、地籍調査に基づいて作成された、地籍図、土地区画整理事業や、土地改良事業に基づいて作成された土地の、所在図などの、精度の高い測量成果に基づいて作成されている。登記書には、法14条地図の条件を満たさない、地素改正や、 その後に作成された精度の低い道場第四項に、規定する地図に準ずる図面が、まだ多く存在している。この図面のことを構図と呼ぶ。構図は、筆の距離、面積、方位、角度が歪んでいるが、筆相互の隣接関係による配置は概ね、信頼できるとされている。国土地理院及びその前身が発行した地図の時は、1890年に、 陸地測量表、条例が施行された時に遡って測量法の規定が適用される。インターネットによる地図配信はウェブサイトで閲覧するタイプと専用ソフトウェアで閲覧するタイプに分けられる。2006年の Google 日本語版検索ランキングの1位は地図であり、インターネットにおいて最も主要なコンテンツとなった。初期の地図配信サイトは地図の閲覧に主を置いており、 縮尺変更やスクロールの度に画面繊維が行われるなど操作性が優れたものは見受けられなかった。しかし、Google Maps の登場以降、画面繊維のないスムーズな操作性の新世代地図サイトが登場し始めた。なお、Google Maps の日本進出以前にマピオンが実験サービス、マピオンラボコード、グリグリとしてスクロール地図の提供を行っている。 新世代地図サイトは地図に属性を結びつけて表現されているものが多く、高い技術が要求されるためか、そのほとんどがベータ版である。画面繊維のない地図配信の技術には主に AJAX やフラッシュが使われる。特にフラッシュによる地図配信はフラッシュ8フレックス2が GIF、p n g の外部画像をサポートするまでは一部の例外を除き登場していない。 最近、故障として、スクロール地図という言葉が定着してきた。地図形式使用される地図の形式は、主に3つに分けられる。ラスター地図ラスター形式の地図をそのまま配信する方法。サーバにほとんど負荷がかからない。最も簡単で、スピーディーな方法に思えるが、地図のデータ量が膨大になる、決められた、縮尺の地図しか表示できない、座標計算が難しい。 原色時に隣り合う地図と色合いが変わらないようにしなければならないと簡単ではない。空中写真はこの形式になる。ベクターチズベクター形式の地図をサーバでラスター地図に変換し配信する方法。ハイスペックなサーバでも変換に時間がかかる。変換用のソフトをサーバにインストールする必要があるが座標と縮尺を指定するだけで地図が表示できる。 地図サイト構築用ソフトとして販売されているものはこの形式が多い。ベクター地図ベクター形式の地図をそのまま配信する方法。サーバにほとんど負荷がかからない。ラスター形式と異なり、一般的な Web ブ,ブラウザのための共通のベクターグラフィックスデータ形式が未だ確立していないため、ブラウザごとに個別の実装が必要になる。実装方法としては、ブラウザが ネイティブでサポートしている個別の形式を用いる方法と専用のプラグインを用いる方法とがある。レイヤ合成、例や切り替え、クリッカブルマップ、拡大、縮小、回転表示の実現が比較的容易に可能で印刷が最もきれいに行える形式であり、その標準的な配信手法の確立が待たれる。国土地理院では電子国土背景地図をもとに SVG 形式の地図データを作成し、これを社会実験に用いることができるよう一般に公開している。主な地図配信サイト地図のデータ部分をインターネットでダウンロードして地図を表示する。携帯電話においては地図を保存する要領がないため、アプリケーション地図ソフトは基本的にこの形式となる。主な地図配信ソフトウェアイギリス、オランダ、フランス、ドイツ、スペイン。 ポルトガル、イタリア、スイス、ギリシア、ロシア、米国、メキシコ、インド、中国対日本。ありがとうございます。